責めないで。ね、責めないでね。私、あなたが好きで他人のような気がしない。これ、パリから来た電報な。毎日来るのよ。昨日も今日も、あのがむしゃら屋さん、また病気になって具合が悪いの。どうぞ許してくれ。帰ってきてくれ。許してくれ。帰ってきてくれって言うんだけど、考えてみればやっぱり私パリへ行ってあの人のそばにいてやるのが本当なのよね。あなた難しそうな顔してるけれど、でも私どうしようもないじゃないの。だってあの人病気になって一人ぼっちで辛い目に遭ってるっていうのに、誰があの人の世話をするの？誰があの人に怪我がないようにお守りをするの？誰が時間通りに薬を飲ませるの？帰ってきてくれ、どうぞ許してくれ、どうぞ帰ってきてくれ、許してくれ、許してくれ。なぜその外国のテキストを使うかということをよく質問されるんですけど、私は外国のテキスト、シェイクスピアをやる、例えばユーリピデスをやるときに外国のテキストを使っているという気持ちはないと。これは人類の遺産を使っているんだ。だからヨーロッパのその戯曲って考えるのはヨーロッパ人の自意識が過剰なのであって、これはですね、人類の遺産である。もしイギリス人がシェイクスピアイギリスの遺産であると思うとしたら、これはシェイクスピアがつまらないということです。イギリス人以外にも民族国境を越えて感動を与えるから素晴らしい、シェイクスピア素晴らしいのであって。 Suzuki is a master of adaptation of Western classics. In his version of The Cherry Orchard, a raucous Japanese pop song electrifies the action. ダメじゃないかと叱ってくれる優しい言葉が欲しいのよ。女はお酒を飲む時の寂しい気持ちがわかるなら、願い私を止めないで。寂しい気持ちがわかるな。お願い私を止めないで。これ面白い。いや、その回見れなくて、国語ごとに演劇はありますけれども、やっぱりいい演劇というのはもうその言葉は違っても、それからその国の人間の体の身振りも全部違っても普遍的に通じる。下半身とかね、足が要するにいろいろな表現をするっていうことが要するにこう日本、まあ、日本的だって考えて、うん、で鈴木忠なんかは足を非常に重視した、うん、そうだよね。それはあのこう、まあ、現代劇っていうのはまあ2種類ぐらいね、うん、まあ、こう極端に言って分けちゃうとね、その足を重視した演劇と、うん、それからそうでない演劇っていうのがあると思うんでね。でその80年代のこう若手の演劇っていうのはそれほど足について考えてない、ね、そうすると足を使わないっていうか足を重視しない演劇がこう浮遊している世界観観ね。
With a theatre establishment that permits no change, it is hardly surprising that its extreme opposite is a theatre of convulsion. Dicen Erotica perform their shock tactics in public.